皆様こんにちは、きのこです。おー求愛行動なのかわかんないんですけど、すごいごめんねはい、久しぶりです。お久しぶりですね。寒くなりましたね、急に。私はもうとうとう寒すぎてですね、暖房を解禁してしまいました。寒さ対策のね、アイテム買ったり、去年買ったやつを履いたりしてるんだけど、それでも寒くて電気代が怖いですということで、今日は久しぶりにちょっとダントのねアイテムを新調したんですよ。で、それ紹介したいなと思ってます。もうパッと紹介しちゃいますが、これなんですよ。これね、ダントンのボトムスになります。私ね、ちょっと何回かご紹介したことあると思うんだけど、これ覚えてる方いるかな、いらっしゃるかな。これも実はダントンなんですよ。ダントンのイージーパンツで、それの色違いで、これもはい、ダントンのイージーパンツなんですけど、それと色違いを本当に久しぶりに新調したというか、はい、このね2つは一緒なんですよ。一緒のシリーズの色違いを買ったんですよ。これは店舗で買ったんですけど、そう、何年前かな、2年前とかかなに買ったんじゃないかな、2年か1年前ぐらい買ったやつ でこれはね、春夏の2023年 SS で出てたアイテムのものになります、はい、それを秋に買うとでもね、本当に形と、あと履いた時のシルエットが私すごく好みで、で本当はね、なんかこのこっちのタイプでいろいろと本当は集めたかったんですけど、調べた時に売り切れてて、で、わあ、なんか同じタイプのないかなと思ったら出てましたっていう。そうなんです。だから本当にお気に入りだからこそ買ったみたいな、そう、色違いで買ったみたいな感じになっちゃってるんですけど、あんまりこんなこと言っちゃダメなの分かってるんだけど、私白がすごく苦手というか勇気がいるんですよ。っていうのも、結構トップスとかさ、白シャツはすごく好きでよくね買ったり着たりするんだけど、トムスだけは結構勇気がいるというか、そう、なんか着たら膨張しちゃったりとか、なんか同じすごい好きな形だけど着たら、あれイメージと違うとか、オーバーオールとかは一旦置いといてね、普通のこういうフルレングスのボトムスに関してなんですけど、で、まあちょっと勇気出して選んでで着てみたところですね、あ、しっくりくるということで、久しぶりに本当にちょっとときめきまして、これ紹介しようっていうことでご紹介します。これがイージーパンツになってます。そう、ゴムです。ウエストゴムなんでめちゃくちゃ楽ちんです。はい、本当に楽ちんです。じゃあポケットがついてて、ポケットがついてます。ね、素材というか生地自体が真っ白ではないのよ。なんかエクリューみたいな感じで、でちょっとわかるかな、こう真っ白ではなくて、ちょっとこうザラッとした感じの素材感になってます。透け感に関してなんですけど、ちょっと今こっちが太陽当たってるんですけど、見えるかな、なんかそんなに気にはならないんですけど、今ここに手があるんだけどね、気にはならないんだけど、個人的には思います。ちょっと後でまた着てみるので、よかったら見ていただきたいんですけど、これはもう何よりもシルエット、そして足の形が超綺麗に見えるので、よかったらちょっと着た感じをご紹介させてください。本当にね、なんていうの、157の私でサイズ38なんですよ。で本来38って結構やっぱ大きいので、160超えてる方とかの、まあ、ほんとジャストサイズだとは思うんですけども、まあ、正直言ってでかいんですよ。大きいんです。でなんだけど、やっぱりなんかそのこのワイド目がすごく好きだったりとかあるじゃないですか、自分の中で。そう、おのおじすればいい話なんだけどね。まあでも私の場合はですね、結構こうウエストまくって履いたりはしてます。はい、お家に来てからですね、ヘビロテしまくってて、そう、とても使ってますかね。コーディネートもたくさんご紹介できればと思いますので、よかったら見てあげてください。ということで、皆さん本日もご視聴ありがとうございました。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。で、みんな見てるよ、ここから動けなくなりました。なんか下ろすのもかわいそうだし。
最近寒くなったからなのかすごいね、一緒にお布団に入ってくることが増えたんですよ。で、ね、暖房も解禁しちゃったんですけど、皆さんいかがですか？暖房はつけてますか？電気代が本当に怖くて、そう、日中はね、こうやって自然光が入るんでいいんですけど、夜は入らないから電気はね、つけないといけないし、ね、願い、ちょっと姿勢がすごい大変でしびれてきたんだ。一回かゆい、一回しないね。ということで皆さん、おーおーおー、どうしたどうした。皆様、本日もお二人ありがとうございました。でした。バイバイ。あ、バイバイ。